ナモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダ CBX550F のご紹介となります。はい、もうこちらね、ご覧の通りですね、赤のね、ソリッド一色にですね、ニューペイントされた1台、そしてね、カスタムをふんだんにしております。これぞ CBX とね、いうようなね、カスタムになっておりますんでね、早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずヘッドランプですね、マルチリフレクターに変更となっております。大きなね、レンズ割れ、そしてメッキ部分ですね、大きなね、サビ、腐食ね、そういったところもね、出ておりませんね。メーターカバーです。こちらも転倒による大きなね、傷などね、ございませんね。ウィンカーです。こちらもね、レンズ割れなどね、もちろんございません。はい、そしてね、フロントオークです。サビ腐食ね、オイルにじみ、そういったところも見受けられませんね。アウターもね、しっかりとね、ブラックに仕上げられておりますね。そしてフェンダーです。はい、こちらね、ペイントされたフェンダーとなりますがね、もちろん大きなね、塗装剥がれ、フェンダー割れね、そういったところもございません。はい、足回りです。ホイールですね、リム部分大きなね、ガリ傷曲がりはございませんね。そしてね、550F であればね、こちらブレーキはね、ダブルディスクとなります。もちろんね、インボードとね、なっておりますね。サビ腐食、キャリパー固着、そういったところもございません。はい、ではね、サイドもあってエンジンです。はい、空冷のね、4気筒エンジンとなりますね。ヘッドからの大きなオイルにじみ、キャブレーダーからのね、ガソリン漏れ、そういったところも見受けられませんね。はい、ポイントカバーやクランケースですね、こちらも大きなね、傷、見受けられませんね。そしてですね、エンジンの下にはアンダーカウル付きとなります。もちろんね、ボディ同色でね、ニューペイントとなっております。そしてフレームからサイドカバーにかけてです。はい、こちらも転倒によるね、大きな傷などございません。サイドカバーはね、ビートのアルフィンカバーとなっております。非常にね、綺麗に仕上がっております。はい、ステップですね。はい、こちらも大きなね、ガリ傷曲がりございません。はい、そしてマフラーです。はい、集合感となりますね。サウンドは後ほどご紹介したいと思います。はい、そしてね、リア足回りです。フロントに引き続きですね、インボードのブレーキとなりまして、ホイール、こちらもね、大きなガリ傷、曲がりはもちろんございませんね。はい、ではね、リア回りです。はい、フェンダーレスでね、すっきりと仕上がっております。このね、シートカール、非常にね、CBX の特徴をね、表しておりますね。はい、そしてね、シートです。はい、タックロールシートとなりますね。サイドは秒打ちですね。大きなね、破れ切れはありません。はい、そしてタンクです。はい、赤のね、ソリッドにね、仕上げられたタンクです。もちろんですが、大きなへこみ傷ありませんね。非常に綺麗に仕上がっております。はい、それではですね、タンク内ご紹介いたします。はい、タンク内ですね、こちらも大きなサビ腐食が出ておりませんね。はい、それではですね、エンジン始動いきたいと思います。はい、切り上がりきます。でしたでしょうか。非常に気持ちいいサウンドでしたね。これぞ CBX というね、スタイルとエンジン性能ですね。ぜひお探しの方ですね、お問い合わせをお待ちしております。